静かに。小川リマ、メキシコから帰国しました。どうだ、美人だろう。リマです。どうぞよろしく。ほら、美人だからってボケっと見とれるんじゃない。じゃあ席はと。今度僕と原宿へでも遊びに行きましょう。バカ、お前なんかと付き合うか。リマさん、僕とテニスでも。やぼやぼ。リマさんは遊ばないの。美しい人は遊ばないのよ。どうしたんだろう、あの人の目を見た途端体中にゾーッと電気が走って。私の中に何が起きたの？なんだかとても怖い夢を見てしまった。窓が。マサミ、首のバンドエイドどうしたの？知らないわ。寝ている間に傷がついていたのよ。寝てる間に？あ、やめ
何よ、大したことないじゃない。大げさね。あのリマって人はどうしたの？ああ、そういえばあんた、あの人のことばっかり随分熱心に見とれてたわね。病気だそうよ。男子生徒がそう言って騒いでたもん。え、嘘よ。不思議だわ。いつの間にかあの変な気持ちが消えている。それどころかワクワクしてくるなんて。ゆうべ窓から誰かがマサミの部屋に入っていったよ。え？おじいちゃん！マサミ。まさか！バカバカしい。冗談きついわ。私の部屋は2階よ。でも、あのわし、ゆうべはやっぱりまた寝ぼけとったようだ。おじいちゃん、この頃本当にボケてるんだから。でもマサミ、ちゃんと鍵かけて寝るんですよ。風がきついし。わかってるわよ。私は見入られてしまったのでは。小川リマが転校してきたわけというのは、もしや。吸血鬼だって？笑い事じゃないわよ。マサミ、お前さ、小川リマの美貌に嫉妬してんじゃないの？違うわよ。朝起きたら窓が開いていて、それにまた傷から血が流れていたの。リマが来たのよ。どうしていいかわからなくて、それで梅津くんに聞いてもらうしかなくて。リマという人は本当は何なの？何をしに転校してきたの？本当にメキシコから帰国しただけなの？向こうには何か呪いとか伝説があるの？ああ、調べてみるよ。それよりビデオで盗み撮りしたらどう？もしあと一晩我慢する気があるならね。
これで準備ができた。窓がちゃんと入るようにアングルを工夫しておいたよ。私本当に大丈夫かしら。どうしたの？見ないの？怖いの。見るのがとても怖いの。じゃあ、僕が見るよ。欲しいことが起きてしまうような。どうしても見ることができない。恐ろしいものが映ってるからだわ。人にも言えないような。リマさんはどうなのかしら。怖いけど見に行ってみよう。しまってますます吸血鬼だわ。病人のふりをしてカムフラージュしてるのよ。マサミ、小川リマがもう転校しちゃったの知ってる？え？なぜ？知らないわ。お化けに取り憑かれたそうよ。あ、マサミ綺麗になったね。え？あ、まさか。そういえば私綺麗になったみたい。喉の傷も治ってるし。変ね。あの人がいなくなったからだ。それで呪いが解けたのよ。
どうしてもこのビデオは見られない。なぜか見ると良くない気がして。そうだ、やっぱり思い切って見てみよう。うなされている私が映っている。マサミさんだったら撃つのだけはやめてください。人間のはずがあるか、化け物だ。マサミさんだ。マサミさんは雲は嫌いなんだ。はそいつは人間なんかじゃない、悪霊だ。今早くまじないの先行。来るな。